照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対中日ドラゴンズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？さあタイガース、チャンスの場面を迎えています。まあここはホームランで一気に逆転というのが理想ですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには陽川が入っています。まずは見送ります。ワンボール。さあ2球目は何か。バッター見送りましたが、内いっぱいのストライクです。これは見送っただけになりました。ワンボールツーストライクです。しっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。同点のランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。送球する、ファーストランナーもホームイン。タイガース逆転しました。3対2。さらにチャンスは続きます。試合を制したのは阪神タイガースです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としては、ね、理想的でしたからね。チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、おかけになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物のございません